1月11日です。山々の鶴は枯れたので、支えていた腰材も撤去します。地上部を全部整理しまして、芋の掘り出し準備終わりました。これから芋の掘り出しにかかりたいと思います。11月12日です。昨日からスコップの手掘りで掘ってます。ぼっちらぼっちらやっておりますんで、今日一日で盛り上がらないかもしれません。明日まで残るんじゃないかと思ってます。まだ先は長いです。結構ネズミに食べられてます。でも昨年よりは多少ネズミの被害も少ないようですけども、ネズミと分け合って食べてます。11月13日です。掘り起こした山芋の様子です。雨に当たらないところに置いてしばらく乾燥したいと思います。今年も結構ネズミにかじられたところありますけれども、まあそれなりに収穫できましたんで、これから乾燥して保存したいと思います。